はい、じゃあ、ともみさん、早速ですが、自己紹介をお願いいたします。私は大阪府の四条畷市というところでネイルサロンを経営しております。あとは、この真帆先生のアカデミーの方で、インスタの集客講師と最強ネイルケアの講師とやっております。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、ともちゃん先生、ともちゃん先生、いっぱい来てますありがね。とう。いハートもいっぱい来て、嬉しいね。久しぶりのライブ。あ、そう、久しぶりのライブなんじゃない？ね、はい、真帆先生とも久しぶりです。そうで嬉しすい。ね。もうでも本当ね、昨日の夜に声かけて、あーいってね、喜んでとかね、言ってくださって、本当ありがとうございます。ねえ。うん、トンちゃんは、そう、インスタ集客、私が初めて講座するときに来てくださったんですけど、あれからどれくらい経ったのかな、なんかいろいろ変化があったと思うんですけど、いかがでしたか？どんな成果が出ましたか？成果はたくさんあね、りほまんしとたた。くさん、みんな言うね、ね、ってくれる。一番最初はやっぱサロンの集客の方で、インスタをこう学んでからやり始めたんですけど、その前もインスタ実はずっとやってたんですね。もう2年ぐらい習う前からやってたんですけど、一切集客で使おうとも思わなかったし、できるっていうことも知らなかったし、普通に日記のように投稿してたんですけれども、学んでからそのやり方を知って配信し始めたら、そうですね、結構高単価なメニューを持ってたんですけども、それがもう次々にお問い合わせが入るようにそう、なんかさ、5万5000円のもなんか、お申し込みと同時に5件申し込み入りましたとか、そう、ね、報告してくださいましたよね。ストーリーズだけで。あ、いやー、これもう本当ね、その時からストーリーズ集客が、今ね、めっちゃストーリーズがいいよってね、言ってますけど、いや、素晴らしいわ。すごいで本当すにね。ね、サロン集客もそうなんですけど、やっぱ講師になってからもう一個アカウントを作って、一からまたゼロから動かし始めたんですけども、それでもやっぱり、ね、やり方通りにやれば集客できるようになって、本当に2本の柱で、サロンと講師業とオンラインの講師業と2本の柱で売り上げを上げれるようになったので、もうすごく自分でもびっくりです。いや、すごいですよね。そう、ともちゃんめっちゃね、すごい変化されたんですよね。いやビフォーアフターどれくらいの幅がありますか？もし、言える範囲で、良ければ。金額ってことですか？金 売り上げ？売り上げ？額でもいいですよ。なんか、これくらい、なんか、宇宙ぐらい変わったとかでもいい。いや、もう全然、何ぐらいって言ったらいいんですかね。集客、もう22倍、サロン、売り上げ、サロンだけあと22倍ですかすね。ごもい。で、あ、サロンだけで22倍になったんですか？う、そうです。講師業も入れたらもっとだと思います。30倍ぐらいになったと思います。って皆さん、勉強した方がいいね、本当にね。した方がいいですね。集客方法なんて、ね、リストさん、ね、私もそうでしたけど、集客方法を学ぼうって最初、ね、学ぶっていうこと知らなくって、知ればインスタだけじゃなくって、他の集客につながるというか、ね、有料広告をかけようと思った時にも、やっぱりやり方って同じじゃないですか。そうですよそのね。ね、集客方法って。なので、もう早く学んだら、方がいいですそうね。ですよね。そう、なんか別にね、自分でインスタ集客しなくていいですっていう方も、やっぱマーケティングのなんか基礎みたいなのはやっぱ知ってないと、広告かける時とかもやっぱなんか知識があるとないじゃ、もうね、自分のなんかね、なんていうのかな、分かってないとやっぱりね、分かんないからしんどいので、業者さんに全部もう任せるしかなかったり、なんかこうだからこうなんですよって言われても、はあみたいな感じですよね。そうですそっね。か。ねえ、そっか、22倍、やばい、すごい倍率、いや、本当ですよね。
そうですよ。じゃあそのね、うまくいった理由って何ですか？何が、なぜ、そんなに30倍とか22倍とかになったんだろそうですね。う。集客方法を、まず知らなかったっていうのと、あと学んだことを一から順番に講座自体が一から順番にやっていけば、うまくいくような並びになっているので、それ通りにやっていった。もう最初はね、順番になってるから最初はあんまりわからなくても、とりあえず言われたことをやろうっていう やっていったら、3ヶ月、私が成果が出たのは3ヶ月ぐらいだったんですけども、そこからもう、本当幅があるというか、タイムラグがありますよね。ボンと急に。すぐには、ね、集客できないので、急にある時からボンと、あれ？ DM 来たみたいな感じでなると思います。そうですね。で、実際にともちゃんも受講生さんにこのインスタ集客を教える立場になられて、ね、その講座にも受講生さんがいっぱいね、来てくださったし、その方たちも成果がね、出てましたよね。すごいですよ。最近、受講生さんのインスタ拝見してるんですけど、ずっと拝見してるんですけど、一番すごかったのが、320万売れましたっていう広告。それもめっちゃ20インス万？タだけで、と思って、すごくないですか？すごい。何売ってるんだろう？講座？いや、なんだオろンラインの、う？シミケアオンラインの販売、商材とやり方を販売してる方で、そう。最初すごいね、その方迷ってたんですけど、インスタの配信の仕方。覚えてます？マウス。ごめんな今のね、お話です。あの方か。すごいですね。さい。めっちゃすごい。ずっと、もうずっと売れてます。止まることなく。す忙しそう。ごい。いや、あの時ね、シミでいくか、どうするかっていうのをね、そともちゃんにもすごい相談された。う、ね、そうなんです。嬉しい。なんかね、受講生さんが悩んでるのとかもわかるじゃないですか。自分たちもやってきてるから、ここで悩むよねとか、今辛いけどそのまま頑張ればとかいうのがやっぱわかるので、ね、なんか本当その頑張って超えたところを見せてくれたりとか、すごい成果見せてくれたり、すごいな、嬉しいですよね。ああ、本当に嬉しかったですね。いや、よかったなって思います。です。そっか。なんかじゃあ講座、なんかまあともちゃんはなんでこれを受けようかなとか勉強しようかなって思ったんですか？サロンをオープンしたばっかりで、で、そこから、コロナ明けにオープンしてしまった、コロナ前か、オープンしてしまったので、集客どうやってやったらいいか全然わからなくて、で、マホセ、いろんなね、集客の先生を見ていたんですけども、ね、YouTube で勉強したりとか、してたんですけど、なかなか成果が出なくて、やっぱり真帆先生見ててうまくいってる先生っていうのがすごく分かったので、そのうまくいってる先生から学べばうまくいくんじゃないかと思って、やろうと決意しました。なるほど。よかったです。でもね、本当私のやったのをね、そのままお伝えして、素直にやっていただけると、どんどん成果が出たっていう感じで、やっぱ上手だなと思う、ともちゃんの。なんか人のね、気持ちにね、なんかね、おなくすぐるのがすごい上手。上手。リールとかすごい上手。頑張ってます。長いね、もう2年ぐらい前になると思うんですけども、やったりね、止まったりすることもありますけど、ね、ちょっとサロンがいなくなってね、きついね。ね、でもまたやればね、また加速はしていくと思うので、そういうなんかね、マインドとかメンタルみたいなところも、このインスタ集客の講座でね、学んだので、なんせ一番響いたのは矢印。
矢印。その言葉が、矢印が自分に向いてるとね、なかなか発信できないっていうこのワードが私はすごく刺さって、ね、誰のために配信してるのか、ね、誰をたす、ね、救いたくてとか、何のために配信してるのかとかっていうことを、考えると、自分がこう配信するのが恥ずかしいとか、そういうことじゃなくって、どんな人を救ってあげたいかとか、っていうことを、そういう思いで配信すると、すごくいいよっていうのが私は身に染みたかなと思って、それをずっと思いながら、配信しています。なるほど。だからね、リールも投稿もきっとね、お客様のね、趣向で心に刺さるね、ものをね、すごい上手なんで見てください、皆さん。なるほど。矢印をね。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。ともちゃんからこれからね、インスタ勉強したい方、一歩踏み出すのを迷ってる方とかに、ぜひメッセージあったらお願いしたいと思います。インスタ集客ね、こうやって仲間と一緒に今日はライブしてるんですけども、やっぱり学ぶと、まず仲間ができるって、横のね、私もたった一人でネイルサロンをオープンして、すごく孤独だったところが、やっぱり仲間と一緒にこう学べることができて、応援し合って、でそれでさらにこうね、こううまく理想のお客様が来てくださるっていうのが、すごく私は居心地もいいし、やってよかったなって思えるところなので、ね、迷っている方がいらっしゃったら、真帆先生のことだってすごいほんわかしてて、ちょっとスパルタなところもちょっとあるかもしれないですけれども、でもこうほんわかしてて、みんなが和気あいあいとする講座なので、私はすごく楽しく、もうな長く付き合うことがね、リストさんと付き合うことができて、今でもねできているので、すごくそれはもう感謝していますので、ね、迷っている皆さんがいたら仲間と一緒に集客できますので、ぜひぜひ、ご参加いただけると、いや本当に私はありがたく思っております。ありがとうございます。ね、本当、仲間でね、やっぱり一緒に喜んだりとか、一緒に悩んだりとかできる仲間で、今でもやっぱずっとね、仲良くね、されてたり、ね、旅行行ったりとか、されてたりとか、いや、すそうごいですね、ね。嬉しい。全国いろいろ、結構行かいせてろいろも行らっかれて。てますよね。素晴らしい。じゃあまたぜひね、ともちゃんも生徒さんに、届けてください。ありがとうございました。ありがとうございます。貴重なお話。では、ありがとうござい失礼します。ます。